木正です今回は、えー、自分がその俳優ですね俳優をおおやることになった、えー、きっかけについてをお話ししてみたいと思います、えー、まずですねあの、まあ、映画は、えー、自分が初めて幼稚,園です、ね、幼稚園から小学校に上がる時に 父親に連れて行かれた「モ模ヨドラゴン」を初めて見たのがきっかけだったんですブルース・リースねがきっかけだったんですけどもまあそれをきっかけにその映画が好きになってで、まあ、いろいろな映画を見て、まあ、映画のファンになったんですけどもまさかあの自分が将来その映画の中にですねあの俳優として出るとは思っていませんでした。ただあので というのはなんとなくこうあったんく一番最初ですね一番最初に、えー、そういう話がですねあの来たのは実は新日本プロレスの若手時代の時に1個ありましたで当時は、えー、武藤さんですね武藤圭司さん武藤さんが同期の武藤さんが「えー、光る女」っていうその相馬井真次監督の,あの主役をしてそれで、まあ、あの映画デビューしたってそういう 実績ももあるんですけどもその後ちょうど自分が18ぐらいの時だったんですけどもたこ、えー、西したこ応援団確かそういう名前だと思いますたこ西応援団っていうその、えー、映画ですねそれのその、えー、キャラクターの一人で格闘技を使うキャラクターだったんですね。でそれをやってみないかっていかう その時は何か「あ俺も映画に出れるんだ嬉しいな」っていう形になったんですけども普通にあの坂口誠二さんに「まだ早い」って言われてそれであの断られてしまったんですけどもでそれが今一番最初にその映画に出るかもしれなかったっていうそういうきっかけだったんですけどもで実際に初めてその自分がその映画の世界にその足を入れてしまったのは。 ちょうどパンクラス時代ですね。パンクラス時代に25歳ぐらいの時だったと思うんですけどもストリートファイター2っていうそのアニメーションの映画でそれであの声優として声だけの出演ですねをやったのが一番最初の映画に自分がその入ったきっかけになりました。で えー、なんでその話になったのかわかんないんですけども当時そのパンクラス旗揚げしてちょうど1年ぐらいですね1年ぐらいで、まあ、おそらくちょっとこう話題になってた時代の時だったと思うんですけども、えー、プ,ロプロデューサーの人があの船木さんにこの声ちょっとやってもらいたいですと。で、えー、キャラクターがですね、えー、フェイロンっていう,う中国人の漢婦使いの役なんですけども、えー、実際見てみるともう ほとんど、まあ、ブルース・リーなんですね、まあ、ブルーースリーをモデルにした、あのー、キャラクターなのでもう本当にあの漢風儀にその上半身裸で,で髪型もブルース・リーで,で戦う時は奇声を発するそういうキャラクターですねで、えー、と自分が担当したシーンはそのフェイロンとそのストリートファイター2の 主役の竜、えー、ですねがこう、えー、格闘技場ですね賭けの格闘技場でその戦うそのシーンをあの担当したんですけどもまず一番最初にそのびっくりしたのは何も入ってないその映像ですね何も入ってないそのアニメの映像のビデオを渡されます。あととは、えー、脚本と でその何も入ってないビデオの映像で自分がその,その自分のしゃべあの担当するフェイロンがしゃべる時に吹き出しみたいなこんな白いのがパパパッとこう出てきてこの白い吹き出しが出てる時だけですねにそのセリフを入れなければいけないです。でパッて消えたら、えー、もうセリフを止めなければいけない。そののタイミングがものすごくく難しくて かなり苦労しましまたそれで、まあ、実際実際その収録の日になったんですけどもなかなかあの難,しい難しい収録場だったんですけど、まあ、あの自分の場合は竜と竜とそのフェイリンが戦うそのシーンだったので。 流役の清水幸次郎さんですねあのビーバープハイスクールとかで主役をした清水幸次郎さんと二人でこうあの並びながらですね並びながらその映像を見てそれでこう自分の声りをしゃべるで相手清水幸次郎さんも自分の声りをしゃべるってそんな感じでも初めてなんかそれを経験してあとは一番大変だったのはそのブルース・リーのあの戦う時の規制ですね あれをそのやるのがものすごくその何て言うんですかねあの抵抗があったというかえ実際そのブルース・リーのファンでもう小さい頃から見てファンでそれでまあ憧れてたんですけどもいざそのブルース・リーみたいな声をその戦いながら出すっていうことがすごくあの恥ずかしいというかなんか自分がやるとなんか。 ちょっと頭狂った人みたいな感じに自分で思ってしまったのでまあかなり恥ずかしかったんですけども思い切ってあのまあみんなスタッフの人もいますし清水幸三さんも横でいたんですけども思い切ってこうやりましたねブルース・リーの真似をしながら。そしたらなんかそれがちょっとこう良かったみたいで,で。 あの撮影収録終わった後にその制作の人に「なんか役者やる気はないの?」とかですねそんな感じでそのなんか言われたのがすごくなんか意外でびっくりしてなんかそれでまあ自分ももしかしたらその,その役者というかその映像の中にも入れる何て言うんですかねそのチャンスがあるのかなと一瞬 思っってしまった記憶がだに残っていますただその時はやっぱりもうパンクラス旗揚げして1年一年半ぐらいですかね1年半ぐらいってまだまだものすごくやらなければいけない忙しい時代だったのでまあ普通にお断りしたんですけどもその時その政策の方にそういうふうなことを言われたことがちょっとこう頭の片隅にあったせいでおそらくその後 その引退した後にその俳優の仕事をやったっていうそういう風ななんかそのやることになる第一歩だったのかなってそれがその自分の一番最初に出演した声の出演したそのストリートファイター2ですねの思い出ですでそのストリートファイター2なんですけども最近だとそのまあ 昔はビデオでこう売ってたんですけども、最近だとその動画配信サービスですね。動画配信サービスなどで、あのたまにあの今何かやってると見れる。そのサイトがあるっていう風うに聞きましたので、もしもその自分がその一番最初にやった。その俳優としてえー、まあ、初デビューですね。デビューした。それのストリートファイター2。興味がある人がいましたら、ちょっとそのサイト動画配信サービスでちょっと見てみてください。 あのかなり恥ずかしいですけども、まあ、あの頑張ってやりましたんで、えー、ちょっと見てみてください。